いや嬉しい、うん、毎回会うたり、でも可愛くなった先輩と後輩みたいなこう役だったと思うんですけど、共演してみてこういかがでしたか。この作品で共演する数ヶ月前に同級生をやってたんで、で、本当の実年齢は僕が上になるので、なんかガクガンガンって感じだよね。なんかゆりちゃんがなんか先輩っていうその印象も何もなかったので、なんかこう一緒に頑張ってくれる仲間っていう感覚。前回の映画からね、ちゃんとこうタメ口で話してくれるようになって、今回はそれに、まあそういうのも、まあ、ちょっとコミュニケーション取るにも、まあ、やりやすかったのかななんて思いながらやってもいましたけど、やっぱりその違う作品で一緒にやっていた段階でこう終わってからきっと減量とかいろんなエステとかいろいろ行かれてたので、その過程をうちは見ていたんです。そうね、はい、どん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 綺麗になっていく高橋文也さんを隣で見守っていて、こんなに努力できて、やっぱりこう役と忠実にこうひたむきに向き合っている姿勢は本当に役としてすごく尊敬しましたし、私も頑張ろうっていう原動力にもなりましたし、私は本当にあの姿を見て心震えました。いや嬉しい、うん、毎回会うたり、でも可愛くなったそうそうそう、言われました。で、あといつもいい香りの香水をつけていて、あーゆかちゃんだと思いながら現場に臨んでいました。